遊んでます。予定を立ててたので、はい、予定を立ててました。イエーイ、こんにちは。ねえ、ちょっとそれ聞いていい？はい。あ、なんか聞いてほしいことがある。なんかさ、はい、え、なんだっけ、四国、はい、音楽祭の時に、ああ、はい、なんかアンナが可愛いココアさんみたいな言おうとして、はい、でココアって言った時に誰かに呼ばれて可愛いココアみたいな、初めてアンナにあ、呼び出されたのかなみたいな感じで思ってドキドキしたことがある、はい、っていうのをちょっとアンナファンの人に報告、報告、ぴょん、ココアさん、やーほー、ココアです。やっぱり月曜日でココアちゃんのマステティッシュ話題になってたよ。え、開封したんよ。はい、した？してないです。持ってる？持ってます。私も宝物みたいに持ってたよ。はい、え、開け、どうでした？え、ショック、ショックでもショック、でも、あの、なんていうん、その普通になんかそのなんていうん、開けるより思い出残るじゃん。あー、確かに。なんかそっちの方が良かったのかなと思ったりもするけど、それがなんか置いとるんよ。うん、ご自由にお使いくださいって感じで。はい、どこに置いてるんですか？え、なんかそのみんながラジオ撮るとか。あー、あの、そうなんです。いろんな人が、さんまさんも、ね、やばいよね。いや、逆に置いてていいのかなと思ったけど、置いて、あの、さんまさんのとこ、さんまさんじゃないわ、あのスタジオに置いて、うん、ご自由にお使いくださいって書いて、うん、すごい、はい、すごい。いや、めっちゃ面白かった今の回。え、残ってないんかな、もう、もう残ってないんかな。あ、残ってます。残ってないよね。箱捨てられたらやばいけ、うん、あの、なくなる前に入れ替える、うんうん、確かに、うん、確かに確かに、捨てられる前に入れ替える。え、開ける予定ある？え、今はまだないんですけど、ね、うん、何、ちょっと気持ちが落ち着いたら開けようって思ってます。え、なんで？ええ、だってもうティッシュじゃないですか。あ、もうティッシュとして使ってあげたいなって思います。え、使った瞬間もう消耗品ですよ、もうだって。でもすごい、なんか、なんか大事な時にしか使わないティッシュ。じゃ、いつな、誕生日とか嬉し涙みたいないやさ、それ泣いてるうちにビリビリビリ、あ、それでまた悲しいから、なんか確かに嬉し涙泣いてる間にもう乾く、乾く、そうよ、うん、乾く。よかった。え、月曜日メンバーが鼻かんでた、なんか、いや、いいよ、いいよ、いいんだけど、うん、え、だって磯田さんが開けてくれたんだけど、そのおかげでめっちゃ触り心地いいことを知れた、え、めっちゃ肌心地いい。じゃあ大事な時に話せればみたいな、鼻ふんでるみたいな感じの触り心地、やばい。でもあんなにね、うん、あっけなく開くんやって思った。なんかあの袋自体がもう愛着みたいなのありますもん。え、あるよね、あの形、うん、はい、あの3個セットのあの形、うんうん、だって M ステの時のあの部屋一緒だったもんね。あ、一緒でした。うんうん、一緒でした。うん、パチンになったの？なりました。大丈夫なの？まあ電波がちょっと悪かったんですかね。うんうん、今日はどっちから育ったの？だってどっちか流れ、流れ、ね、何ちゃいてる？あ、あ、大丈夫、あず、あずいますみたいな、そんな感じよね。そんな感じですいつもなんかね、うん、そんな感じです。うんうん、二人合わせて、二人合わせてピーここさっきコメントでここピーって来てね来てるのあった。ここピーよりピーここやな。ピーここ
かわいい。いや、ココピーもいいな。なんかココピーだったらココアプロデューサーって感じする。あ、確かにココピー、確かに、なんかプロデュースした時にココピーって呼ばれたい。夢無理、全くそんな予定ないけど。じゃあピーここにしましょう。ピーここで、ピーここ。え、むずいね。で、アンのどこにある？アン、アン、アン、ここここアン、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 ここはアン、アン、ここ、ここアンナ。おお、ここアンナ。でもユミココアみたいな感じ。なんかちょっと何言ってもなんかユミ、なんか、え、ピーココよくない？ピーココ、ピーココいいですね。うん、チーココでもいい。あ、チー、私の名前行こうな。チーココ、川又要素はないけど分かる多分。あ、分かる、うん、チーココでもいいよ。チーココ、かわいい。二人合わせてチーココです。チーココ、うん、ちいかわまたのちいを取ってしまった。最初聞いたらココアさんと誰だろうってなる、うん、なる。ちいって名前。ちいここ、ちいここです。ほんま誰やってなるかな。ここね、ね、かいこかんの語呂がいいって言われるんだけどさ、うん、かいこかんの語呂がいいってめっちゃ言われるんだけど、うん、語呂いい。川又アンナもかごりよくない？いいですか？なんか名前に運がある人ってなんかめっちゃ印象残る。へえ。あとおらんじゃん。おる？メンバーですか？うん。え、おる？リンコ。あ、リンコ。あー、確かに。ほら、残るじゃん。残ります。確かに。リンコ、アンナ。三、三、三、三はない。ヤン、ヤン、リッセン、うん、ほら、うーん、確かに確かに。うんがあったらなんかアクセントになる。確かに。なる。うん、やってるね。え、どんな名前が良かった自分？え、私は、うん、でもクリスティーナとかでもなんか似合うと思う。え、本当ですか？クリスティーナ、え、ちょっとわかるよね。クリスティーナの顔ですよね。え、アンナってクリスティーナだよ。やった顔が。クリスティーナの顔してる。私あれが良かったんですよ、うん、上から読んでも下から読んでも同じの。あ、武藤トムさん的なとか、あの成立する名前、なんかユミちゃんだったらミユちゃんみたいになるじゃないですか。あ、え、どういうこと？反対から読んで成立。でも名前がちゃんと、私だったらアンナ、ナナちゃんっていないじゃないですか。あ、ここちゃんもらい、それが嫌だったんですよ。なんて悲しい、悲しい。だから悲しい、うん、反対から読んでも成立する名前が良くて、うん、ちょっと一時期悩んでた時期あります、小学校の時に。一時悩まんといてほしい。ちょっと私はナナちゃんやけんちょっとなって思ってました。あ、いや違う、私あここちゃんやん。あここちゃん、あここイカ、あこ、おお、イカ、名前イカよ。あここイカ、クリスチーカワンナ。クリスチーカワンナ。もうおもろい。なんじゃろ。じゃあ何がよかった？いや、それはそれに該当するのなくない、割と。ユイちゃんもイユちゃんやし、確かに。さくらちゃんもラクサちゃんや。ラクサちゃん、ちょっとラクサでいいん？ラクサ嫌だ。成立するけど嫌だ。誰が成立？アミちゃん、ミヤちゃん、なんか、もうアミちゃんいい。アミちゃんいいんや。ナナならどっちもナナだって。確かに、あ、確かに、確かにいいね、ナナ。カイコ、カワマタアンナ、ナンア、タマワカ。おお、すごい、タマワカ、ナンア、タマワカ、タマワカ。なんか平安時代に出てきそう。タマワカ。タマワカ、タマワカ。タマワカやばいね。でもカワマタっていいな。ねえ、本当ですか？
川端毛流。あ、います。それは何？川またで書いてバタっていう。いや、畑みたいな。あー、そっか、違うんか。それはまた、あれ分かんないですよ。放送とかで先輩にいたんですよ、川端さんっていう人が、うん、もう放送でその人呼ばれたら自分やと思っちゃいます。そう、はい、川端さん、川又さん。じゃあ行くよ。はい、今どっちかって言ったら またまた、どっちかって言ったら川又さんの方がむずい。誰だった？自分でもどっち言ったか分からん。そうなんですか。え、じゃあ絶対マタとバタ分かるもん、私だったら。川又さん、これ川端さん。ああ、分かりやすい。川端さん、あ、今意識してるけど言ってみて。川端さん。川端よ。川端さん。川端よ。ああ、いつも違えるんじゃんえ、でもめっちゃなんか意識してないって言ってですかね。え、川又さんじゃない？川又さんも。川又さんって呼ばれることあるでしょ。あるかもしれないです。川又さん、あ、あります。ん、ない、あります。川又より、はい、正式は、はい、正式とかあるの？わかんない。正式とかあるの？正式はわかんない。発音に正式とかあるのかわからんけど。うーん、滑舌いい？悪いよね。悪いんだけど。え、本当ですか？え、悪くない。なんかスラスラ言える言葉と言えん言葉がある。あ、言えん言葉もあるし、その時のテンションにもよる。なんかね、え、なんでそういう言葉をスラスラ言えたんって言われることもあるし、あ、めっちゃ噛む、うん、何が苦手ですか？え、なんなんじゃろ、変な言い慣れてない言葉。あ、みんなそうやね。あ、そうです、ね、言い慣れてない言葉がありすぎたの。でもココアさんそんなイメージなかったです。ほんまに？はい。だって私がみなんか、うん、え、私の真似してみて、喋り方、喋り方、真似。え、もし入ったもう今。はい。喋り方、真似。喋り方、真似。ねえ、ね、そんな。私人の真似ができないんですよ。うん、あ、そうなん？私もできんか。うん。野球選手の真似しかできん。ああ。今日は NHK さんでやってきた。ああ。何しました？菊池選手、わかる？前。ユニフォームを貸した選手。おだけど、あ、違う人だわ。私は着とったかな。あー、なるほど。だけど、はい、あの NHK さんの、うん、あのモノマネする時の空気ってめっちゃやりやすくて、初めてのモノマネはちょっと思い切った感じの。あ、NHK さんでやった方がいいと思う。なるほど、学び。もう絶対拍手してくれるし、何やってんのこの人みたいな空気ゼロ。おお、素晴らしい、いい空間。中学生かと思った。アンナが？二人ともじゃないですか。でも私はまだ何？中学生。お姉さん。え、なんなんかな。うん。今特にじゃない。この顔特にこの感じ。あの何歳だったっけ？19です。ああ、今年20だ。はい、成人です。やばっ20歳。まあ意味わかんないです。何を？なんか20歳になるなんて思ってなかったです。早いよね。はい、SC 入って早くなかった？早かったです。めっちゃ。そうよね、なんかこんなすぐに20歳を。わかる。え、ですよね。うん、めっちゃ早かった。私も室に入って人生の速度が変わった。え、わかります。やばい。気づいたら、うん、なんか最近の生誕だと思ってたら、うん、2年前の生誕だったりします。思いついた生誕が。生誕はなかったんですけど。あ、そっか、初めての生誕。去年なんですけど、うん、でも誕生日、去年の誕生日付近の、うん、やつが生誕祭かなって思っちゃうぐらい、なんか時間感覚が分かんないです。
なるほどね、うん、時間感覚狂うよね、うん、お酒が飲めるね、ねそうなんですよ。え、私どうなると思う？え、陽気になりそう、もっと、え、もっと、え、手に負えんやん、もうえ、陽気ってどうなの？あーみたいな。え、でもわかんないです。なんか酔った人あんま見たことない。私も自分がやった姿わからんですよね、うん、親もあんまりあれだけど。あ、そうなの。え、父さんとかどうなるの？え、そんな、なんかめっちゃ飲むってほどじゃないと思う。私も家で飲まんのよ、父さん。あ、ですよね。赤くなるしって言うの？私は絶対赤くなります、断言せんででもなりそう。え、そうですよね、うん、恥ずかしくなった時もね、赤くなるけどね、うん、昨日その話したよね。あと、そうなんか最近もみほりんとももちゃんと、うん、その話をして、うん、アンナは赤くなりそうって言われました。アンピお酒飲んだら泣いてそうだえ、なアンナがそうなんか泣きながらなんかこう本音をこう吐露する姿を別に見てみたい。え、どうしよう、なんか急になんか切れ始めてなんかもうあいつさマジでさなんかいやもうほんまにさなんかいやいつもだったら言わんけどみたいなこと言い出したらなんか急にあんながそんなこと出したらめっちゃちょっとはっあんなも溜め込んどんやなって受け止めるよ。でもでもももちゃんにも言われた、なんかなんでなんかなんかいつもなんかあれ、うん、いつも何も言わ、うん、何も言わないというか、うん、そういうことを言わないからお酒飲んだらなんか泣いたりとか、うんちょっと行ったりしそうっていう、そうよね、やりました溜め込んでるのをね発散しそう、ほらそれめっちゃ見てみたいだって、やばい面白いよ。いやマジでさ、ココアさんさいやいつもだったらね年下なのは分かるけどねちょっと生意気じゃねみたいな次会った時態度変わってるかもしれないやだ確かに人生の先輩やしなみたいな感じになるかもしれない。その1年しか変わらない1年変わるけ大事。私も確かにできた。あ、お米が炊けた、お米が炊けた。こんばんは皆さん。それじゃあここら辺で配信を終了するぞぞ。何だから読むだランキング。あ、わかりました、うん、でも13位川瀬トールさん、12位ウェイさん、11位フラストフラーさん、10位マルさん、9位コウジさん、8位サンジュテイさん、7位ゴギザリーさん、6位コウヘイさん。言えたよゴギザリーさんみたいに。ゴギザリーさん5位ゾンさん4位神アツシさん、3位オカピさん、2位ドグラスさん、1位しおりんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ビビ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 。あ、それ判定しようかな。あ、じゃあ読みますね、はい、いきます。ルルルルルルルン。13位ゆうさん、12位もやたろうさん、11位ベリーヤングさん、10位ラームさん、9位ゾウさん、8位アリくんさん、7位つじちゃんさん、6位ゆゆゆさん、5位エリックさん、4位黒みつきなこさん、3位のっしーさん、2位10月からスチューデンツ、え10月からスチューデンさん、えスチューデンてんてんてんさん、1位ステックさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ちーこと、ちーここでした。ちーここでしたバイバーイ。バイバーイ。またねー。またねー。